キルフは、ウェールズの伝説、マビノギオンに収録されている、キルフとオルウェンに登場する騎士。伝説では、アルソルのいとこ。名前の、キルフは、豚走り、豚の囲い場を意味する。物語は、主人公の父母の結婚から始まる。キルフの母親が外を出歩いている時のこと、彼女は、豚小屋の前を通りかかった時、産気づいてしまい、その場で出産してしまう。 そのため、この物語の主人公は、キルフと命名されたのである。キルフが生まれて間もなく実母は亡くなり、ママ母にとって変わられるが、ママ母は、キルフに魔法をかけ、ある一人の見ず知らずの娘に、恋させて、その娘を手に入られなければ、どうしようもなくしてしまう。ところがその娘というのは、巨人の長イスバザデンの娘、オルウエンであった。求婚しても相手方に承知させるのは、 無理難題で、キルフフは、父親に相談し、親戚のアルスル王の助力を得ることにした。キルフフは、アルスル王に、串で髪を串削り断髪する儀式を取り行ってもらい、王から何か一つの望みを叶えてもらう権利を得た。アルスル王は、我が剣ハレドブルフ。や、我がヒグウエンホバル以外であれば、何なりと所望せよという回答をする。キルフフは、宮廷で巡り合った執事の会。 石湾のベドオイル、アルスルのオイグアルフマイラ6人の助っ人と共に、オルウエンを求め旅に出る。巨人の長、イスバザレンは、もちろん、娘、オルウエンを嫁として手放すことに即諾はせず、キルフフラ一行に危害を加えようとするが、ユーモラスな形で帰り討ちにあって負傷し、やむなく条件付けで結婚を承諾する。いわば数々の嫁入り道具の物品を、長々と羅列して要求するのだが、 巨人のこれらの要求は何行とも称される。ほとんど実現不可能な無理難題であり、魔法の盾ごとやら巨人の剣、果てはどこにいるかわからない人間を探して連れて来い、等々であった。キルフフにはアルスローがその一族老頭や同盟軍も総動員して助立ちし,し、また巨人に遺骨ある者たちも協力する。ついで物語では巨人が列挙した。 難業を次々に達成していく様子が描写される。すべての難業を果たしたキルフたちは、巨人の超イスバザデンのもとに舞い戻り、約束通り、オルウエンとの結婚を叶えてもらう。巨人は、アルスルの手の者らにかかって殺され、首をさらされて、最後を飾る。寛訳省薬。ありがとうございます。